これホームセンターで売られている700円ぐらいの折りたたみ式のこぎりですね。でもこれでも目立てをすると切れるようになります。格段の違いがあります。そして例えば角材の場合だったらば、平らなところを切るよりも角を切る方があっという間に切り進むことできます。こうやって切り進むとこれだけの長さを切らないといけないんですけども、こうやって切った場合はこれだけの長さを切ればいいので楽に深く切れるということです。ですから角を切る、ですから角を切るということをこの丸太にも当てはめていくと切り進むのが早いということです。例えば大工さんの場合はこの面をきれいに切らないといけないわけですね。でも薪を燃やすために切るんであって、ここがきれいになる必要はないわけです。ですから角を切っていくようにすると早く切れると思います。栗の枝で太さは大人の腕ぐらいの太さです。ではこれを切り進めていきます。ではこの辺りを切っていきます。ここまでは当たり前に切ってます。これから角を切ります。ここに角ができてるんですね。そしてここにも角ができてます。その角を狙って切ると今度は真ん中がとんがります。そのとんがったところをまた切っていく。そして角を切るというように切っていきます。では向こう側切ります。そして手前側の角から、で今度は真ん中の角を切る。向こう側切ります。手前側切ります。で真ん中切ります。こんな感じで切れます。まあ、切り口は綺麗ではないです。でも先ほども言いましたように、大工さんがこの面をきれいに切るのとは違うので、まあ、こういうふうに楽に切った方がいいということです。そして1回の違いでも、例えば1メートルのこの枝を切るときには、例えば10回とか切ります。そうするとこの1回1回の違いが10倍になるということです。これが一つの面でずっと切り続けたカットです。さすがに面は綺麗ですけれども時間がかかります。ですので角を狙うようにして切る方が楽に切れると思います。以上です。ご覧いただきありがとうございました。